結婚の5大条件を挙げるとしたら。5大条件？はい。尊敬できる人、うん、あと犬が好きな人、うん、家族を大切にしてる人、うんうん、あとは、あらきあき。だ。多分終わりました。あ、いい感じじゃない？お、ちょっとなんか YouTube っぽいじゃん。確かに。すごい。じゃあ、いきますか。させていただきます。はい。成人で長かったね。ちょっとだけ、後半だけど。いや、でもすごい充実した。充実の一日でした。2つ目、自分の体で好きなパーツは？眉毛。おー、私も好きです。嬉しい。どこですか？私ですか？もちろん。これはお互い聞いてきますよ。鎖骨？あ、鎖骨。なんか褒められることが多いかもしれない。ああ。です。そうね。でも写真集の時結構。あ、そうですね。ね、水着で、ここの辺とかね、綺麗に見えてました。よく言われる第一印象は？でもクールそうって言われること多いかもしれない。私も、クールとか。うん。あ、そうなんだ。しそう。あ、とかって、ね、そうだね。おとなしそうというか、なんかおしとやかなイメージ。いやいやいや、全然全然。私と会った時の第一印象を教えて、ののの撮影の時ですかね。そうだね、初めて会ったのは、ね、お肌が綺麗って思った記憶がある、すっごい。全然、いらないです。そんなことないよ、本当に。全然そんなことないから。いやいや。めちゃくちゃ綺麗じゃん。全然全然。私もゆうこさんの答え。どうぞ。あの、荒木ゆうこさんだです。本物だです。あ、そういう感じ。はい。ありがとうございます。憧れございます。面接みたい。確かに。大丈夫かな。まあでもいいね。はい。うどんとそば派、どっち？うどんとそばどっち派？はい。そば派です。どっち派？そばです。ああ。はい。目玉焼き、塩派、醤油派？醤油派です。塩派です。え、塩なの？何もつけない時もあります。嘘。はい。そうなの。アジフライ、ソース派、醤油派？ソース派。ソースです。はい。六本木クラスじゃなくて、イテウォンクラスで、ツア派、磯派？難しい。難しい。わ、どっちも好きだな。いや、どっちも好きです。わかる。選べないよね、こればっかりは。私、最初ツア派だったの。はい。でも、うんうん、磯かわいいってどんどん持ってくよね。なります。なんかちょっとどっちも愛おしいよね。どちらもいいですよね。はい、どっちもです。どっちもです。はい、選びません。六本木クラスでは、優化派、葵派？まあ私は演じてるからね、優化派。ああ、でもなそうね、なんか、これもどっちもですね。そうですね。はい、どっちもです。どっちもですね。はい、じゃんけん、何を出すことが多い？グーかな。最初はグー、じゃんけんぽい。グー出しちゃうかもしれないですね。グー、うん、パーかな。なんか私、あっち向いて本やった時にずっと同じの出してて、自分では気づかなかったんだけど、何だったか忘れちゃった。考えておきます。はい。次回までに、はい。今スマホに入ってる一番ウケる写真は？ウケる写真？はい。あ、これだな。愛犬が最近クッションの上で寝るのがお気に入りみたいで、無理やりクッションの上で寝ようとするんだけど、え、その体勢で本当にリラックスできてるのっていう体勢で寝てて、結構途中じゃないんだよ。リラックスしてこうやって寝てるの、休んでるの。そうなんですか。なんかこう登ろうとしてるみたいじゃん、うんうん、お尻がこっちでさ、はいはい、これ本当に休めてるのっていう瞬間の写真です。ちょっと面白かった。かわいい。クスッとしちゃいますね。男性のどういう仕草に弱い？おお。でも私、運転してる姿弱いっていうか、うん、見ちゃう、うん、かも。言ってらっしゃいましたよね。そう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 。なる？弱い？弱いっていうか、なんか、いいなって、うん、自分の好きな香りがする。匂いなんだ。匂い、なんか街中ですれ違ったりすると、うんうんうん、え、どういう匂いが好きなの？甘すぎない。でも結構柔軟剤とかよりは割とちゃんと香りまとってる人が好きなんだ。でも柔軟性も好きですね。いいよね。だそうです。いやいやいやどんなに好きな人でもこれをやられたら冷めるということは？初めて会った人の態度。例えばだけタクシーの運転手さんとか、うん、優しくない人はちょっと
一緒にいないかもってなるかもしれない。そうですね、うん、私も店員さんに冷たい人とかはちょっと、うん、ちょっとあってなるよね。なりますね。優しくしてほしいですよね。そうね結婚の5大条件を挙げるとしたら、5大条件、はい、括弧3じゃなくあえて5で、なんてだろう五重の塔だからかな。あ、確かに尊敬できる人、うん、あと犬が好きな人、うん、家族を大切にしてる人、うんうん、食べ物の趣味が合う人、うん、旅行好きな人、おはい、がいいです。俺だってきっと言ってますよ、みんな言ってるかな、コメント欄で。コメント欄で俺だって言ってますよ。で、もし結婚式を挙げるとしたら、どんな結婚式に憧れる？アーリーの結婚式がもう本当にすごかったんだよね。なんかもう本当になんかもう賑やかで楽しくってって、もうすっごい華やかな結婚式を見て、うん、まあ、そういうのも憧れ。それか、うん、なんかすごい本当にこじんまりガーデン、うん、なんかお庭でなんかもう親戚というか仲いい人集まって結婚式っていうのもちょっと憧れ、うんうん、素敵。でもこじんまりしてるのがいいです。そう、こじんまりね。もう本当仲いい人たちだけ呼んでみたいな。そうしましょう。はいもし恋人ができたら毎日どれくらいの頻度で LINE が欲しい？あの朝おはようとお休みは絶対に、わあ、言い合いたいかも。素敵。なんか一日一回でもそういうやり取りがあれば嬉しいかな、うん、うんうん、だそうです。はい、そうですよろしくお願いします。お願いします。最近自分へのご褒美に何買った？何買ったかな。あ、カメラ。お、それこそ今日も持ち歩いてるあのカメラは、はい、本当ここ 2,3 ヶ月前に買ったやつだから、うんうん、最近この人天才だわと思った人は、のぶしこぶしの吉村さん、はい、あざとくて何が悪いのにゲストで出させてもらったんだけど、はい、なんかもうトークの回し方がね、独特で面白くて、あ、なんか本当にこう南さんとのやり取りもすごい面白いし、うん、なんかすごいちゃんとこっちにも話してくださるし、うん、みんなの会話をすごいつなげてくださって、うん、なんか面白いなと思って、やっぱり芸人さんすごいなって思って。確かに芸人さんすごいですよね、うん、すごいよね。この人いい声だなと思う人は誰？去年共演した、はい、福山雅治さんの声、なんか歌ってる時の声も素敵なんだけど、お会いして本当の生声を聞いて、はい、あ、素敵な声だなと思った。うわ、うん、夏休みの宿題コツコツやる派、最後にまとめてやる派？もう全然まとめてやる派でした。お、一緒です。一緒最後まで食べます。全然食べるよね、はい、もう最後の3日でまとめて、絵日記とかも3日で全部書いてた、うんうん、同じです小さい頃の夢は？小学校の卒業アルバムみたいなのに、うんうん、なんか将来の夢みたいなの書くところがあって、 ありますね、あそこにでも女優さんと書いてた。すごい、書いてた書いてた。私は保育士さんでした。あ、そうなんだ。と保育士さんになりたかった。子供好きなんだ。好きですね。可愛いね。可愛いですよね、うん、癒されます。癒される。今海外に行けるとしたら一番どこに行きたい？フランス行きたい。いいですね、うん、私スペインとドイツに行きたいです。え、なんで？スペインはなんかずっと気になってて、うんうんうん、ドイツはあのお城とか見たいです。あ、ね、最近行列に並んでまで手に入れたおわ食べたものってあった？私は並んでないんだけど、はい、あのすごい行列のできるパン屋さん、はい、アマムダコタンありますね。あるよね、はい、なんかモツサンドにできた人気のパン屋さんで、うんうん、1日に3時間ぐらい並ぶパン屋さんで、うんうん、マネージャーさんがたまたま行くからって言って買ってきてくれたパンがあって、はい、すごい美味しかった。気になる。あ、嘘、並んだわ自分で。並んだんですか？で、そこのアマムダコタンが出してる玉ドーナツっていうドーナツがあって、はい、中目黒のさ、高架下にさ、イッツドーナツ、そう、アイムドーナツ、イッツドーナツ、アイムドーナツ、そう、アイムドーナツ、あれ並んだ。美味しかったですか？美味しい。いやー、いいな、羨ましいです。なんかね、甘いのも、いちごのクリームチーズみたいなのも美味しかったし、うん、生ハムチーズみたいなのがあって、それがすっごい美味しかった。ぜひ行ってみます。私も、うん、30分ぐらいなんだかな。そうなんですね。平日はそれくらい、うんうん、お風呂ルーティーン知りたいです。顔のメイクを落として、はい、髪の毛を洗っ
って、はい、トリートメントをなじませてる間に体を洗って流してトリートメントを落としてから顔を洗ってお風呂使って5分から10分ぐらい、はい、出てる。お、結構早めなお風呂なんですね。そんなに長いこと浸からない、厚めのお風呂に短く浸かるのが好きか。そうなんですね、うん、もしも透明人間になれる能力を手にしたら何をしたい？透明人間って女性あんまり需要ないのではと思うけど確かに。でもそれこそディズニーランドとか入り放題だよね。そうです ね、 ね、ディズニーランドに24時間滞在したいかも。わー、いいよね。してみたね、こう始まる前から終わるまでの一日をずっとこうじーっと見つめてた、いろんなところから。確かに、誘ってください。その時はぜひ一緒に透明人間になります、はい、お願いしますもしも2人の中身が入れ替わったらまず何をしたい？え、嘘、入れ替われるの？え、でもちょっともう卒業しちゃってるけど、はい、メンバーとしてちょっと一日過ごしてみたい。おー、どんな感じなのかな、アイドルになるってっていう、うん、やってみてほしい。ゆうこさんが楽しみ、もしアイドルだったら、うん、気になる見てみたいです。これまでの仕事で一番テンションが上がった瞬間は？これまでのというか、はい、最近上がったのはガリレオ、はい、のスペシャルドラマに、9月にあるスペシャルドラマに出させてもらうんだけど、はい、もうその時に湯川先生と一緒に撮影した時は本当にテンションが上がりましたね。もうニヤニヤが止まんなかった湯川先生だみたいな当時大好きでずっと見てたから、うん、湯川先生だ、すごいテンションがあった。最近大人になったなと思った瞬間は？なんかドラマの撮影をするときに、はい、六本木クラスだけじゃなくて、なんかスタッフさんが年下の人が入ってきて、うん、なんかアシスタントで入ってくる子、なんか二十歳とか22歳の子とかがいると、はい、わ、私年重ねたなって思うこと。うーん、最近の自慢話を一つお願いします。りっちゃんと香水浴行きました昨日の話だよ。あれ昨日の話ですね。昨日だよね。もっと前に感じません？わかる、昨日です。はい、行きました。泳げない金槌ってやつ。金槌、金槌なの。金槌知らない？嘘、え、これジェネレーションギャップ